こんにちは、オルタナチャンネルナイトです。ウィン島島です。大河です。ケイちゃんです。ということで、はい、恒例行事です。では来ましたね、ロールアイスクリームファクトリーさんに来ました。やったー。毎年ね、夏は結構来させていただいて、はい、いやもうここに来ないと夏始まりませんからね、僕たちもね。そうなんですよ。で、いつもはですね、表参道の店舗で、うん、撮影してるんですけど、はい、今回は渋谷のど真ん中。よっしゃー、すごいと思ってたよ、もうさすがー。渋谷東宝シネタワー店さんですね。もう一等地も一等地ですよ、うん、一等地すごいね、本当に。ちょっとうっすらモザイクかけるんですけど、うん、ラジオの公開収録みたいな全面ガラス張りで、まあこういう環境もね、いいかなと。もしかしたら、だから視聴者さん来るかもしれないね。そうだね、気づいてくれたのね、撮影してるみたいな感じで、うん、まあ今は0人ですけれども、珍しいですね。で、今回ですね、閉店後に、はい、特別に貸し切らせていただいて、はい、この店舗がもう4月にできたと。で、コロナの関係でいろいろ大変だったらしくて、ぜひ皆さん来てみてくださいと。そうだね、ちょっと僕たちを盛り上げましょうよ。盛り上げて、盛り上げてもらえるように行こうかなと思うんですが、はい、まあ毎年いろんなものをロールアイスにしてるんですよ。そうだね。なんで今回もメンバーそれぞれ1人1品ずつ用意したんで、はい、それをちょっとロールアイスにして、うん、誰が一番美味しいロールアイスを作れるか選手権をやっていきたいと思います。やりました。いや、パワーアップしてるもんね、俺たちもね。そうですね、より美味しいものを作ります今回ですね、また教えていただく方、うん、はい、なんとですね、前回と同じ、はい、うん、パイセン。パイセンです。どうぞどうぞ。お久しぶりです。お久しぶりです。前回アルバイトでだったんでしたっけ。アルバイトでした。今は社員に。おお、すごい。おめでとうございます。背負ってるわけですね、もうちょっと 前回に引き続き、うん、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ僕から一品目いきたいと思います。楽しみ。はい、一品目ロールアイスにするのはこちら、マック。これちょっと優秀。これね、ロールアイスとこの食感が合いそうだなと、はい、こちらアップルパイ。なるほどね。すごい、これ優勝じゃない。優勝ありえます。まあ今回ちょっと対戦に審査してもらいます。あ、いいね。あ、いいですね。5段階評価で何点か、うん、なるほどねプレッシャーありますけれど厳しめに。まあそうそう、社員の目でね。あ、そうですけど社員の目で、社員の目で。で、いつもあのパイセンとかに、うん、あの手本見せてもらってたんですけど、そうだね、だいたい去年もやってるし、分かる。そうですね、もう何回もやらせてもらってるんでもう任せてくださいよじゃあ僕からいきたいと思います。おいしい。オルタナチャンネル。さあ、はい、店員さんだもんね。そうだ、馴染んでるよ、もうさすがに馴染んできてますよ。何回歌ってますから。このために腕毛も剃ってきてるんですからこのためだったのパイセンにはあのみんなアドバイスは聞いていこうと思いましょう。なるほどね。はい、じゃあいきますよ。あと霜取った方がいいです。あ、霜を、はい、早速パイセンアドバイスです。はい、あー気持ちいいですね。あ、でもちょっとこれこう持つところ、やっぱ初心者ではないですよね、うん、パイセンじゃあアップルパイ乗せていきます。イエーイ。うわ、これ絶対うまいじゃん。楽しみ。いや、もうなんか予測としてかなりうまそうっていう。うまそうですね。で、ベースをちょっと選んでいきたいと思います。はい、ストロベリー、チョコ、ミント、バニラ、うん、これは抹茶。抹茶もあるんだ。まあ、バニラかな。結構味濃い気するんでバニラでいきたいと思います。うん、緊張するのはなんだっけ、最初やって、伸ばして、こうやろうともうスピード勝負ですもんね、これ。そうそうそう、いきます。はい、さあ、まず、あ、いいですね、いいですね。うわ、うまそう。うまそう。これで食いたいもん。さあ、ここからいきます。はい、はい、ザクザクザク。うわ、うまそう。ちょっと食感は残しつついこう。そうだね、いいっすね。慣れてますね、やっぱり。うん、結構ね、力いるんすよ。確かにこれね、うん、もういいかな、言ってもうそろそろいいかもしれない。もうそろそろ、はい、いや、これちょっとうまい。歴代最高傑作の期待してる。下手したらさ、うん、マックとかでも出るんじゃないな。はいはいはいいや、コラボしてほしいね。よし、いいかな。もう伸ばせます。もう伸ばします。ちょっとね、あえてこれ残してますんで。え、これパイセン1日何個ぐらい作るんですか。失敗とかいきます。うわー、これ対決と言いつつね、人のやつのすっごい綺麗に成功してほしいんですよね。あー、そうだ。入れなくてもいいんですけどね。いきます。はいよあらあらー、痛い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 。おー、ちょっと荒いけど。おー、よしよし、
体重、手の力じゃないんです。ああちょっと太いな、でもまあまあまあ自分で自分でフォローしちゃって、ちょっとね、やっぱこのね、リンゴね、もうちょっと細かくしないと綺麗に曲げないかもな、細めには。でもいい感じだと思いますよ。あ、バカ最後まあ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 、でも負けてますね。うん、いい感じ、いい感じに。むずいな、何回やってもプロすごいわ。はい、ということでロールの部分完成です。はい、ちょっとトッピングもさせていただきます。リンゴに合うものといえば、ホイップはいらないですか？ホイップしときます。確かに生地の部分とかにホイップ合うかもね。うん、疲れた。さあ、息切れしてます、もはやポーズですね、ロールアイスは。何が合いますかね、リンゴ。アップルマンゴーとか蜂蜜とかも。蜂蜜、まずちょっとアップルマンゴー色はいいですね、うん、合ってます。蜂蜜いいっすね、蜂蜜。これナッツです。ナッツいっていいですか？ナッツどうぞ。ナッツのちょっと食感もこれいいんじゃないかな。ちょっと砕いちゃおう、このアップルパイの皮の部分と。はい、ということで完成です。マックのアップルパイロールアイスです。よいしょー、うまそうな気します。うまそう、これは評価楽しみ。評価楽しみ。じゃあちょっと食べてみますか。はい、はい、じゃあちょっと食べていただきましょうか。はい、楽しみ。どんな味か。はい、うわ、パサパサついてる。パサパサ限定。確かにこのね、むずいんだよ。うまーい。おー、出た、うまい味だ。どんな感じなんですか？パイのサクサクが残ってる。おー、残ってるんだ。思惑通り。蜂蜜が意外に合いますね。うん、あー合うんだ。蜂蜜ソースが。パイセンのパイセンが勧めてくれたんですよ。こりゃ革命だ。こりゃ革命出ました。アップルはどうですか？ちょっとあの蜂蜜に消されてるか。あー消されてるか。蜂蜜と似てる感じ。でもあのちゃんと残ります、アップルいるわみたいな。あ、落とし込んで。じゃあちょっと点数つけてもらいますか。これは楽しみ。お、5点満点でいいかな。うん、いいね、5点満点で。まあ総合的なところでむずいと思うんですけど、3.5。 おお、高い。意外に厳しめな採点なので。確かに意外と厳しかったと思ってる。食べログ方式の。そうね、初め基準点だから。基準点でってことですね。はい、そうです。さすが審査慣れしてる。でもいい方ではありますか？そう、いい方だと思う。おお、ちょっとじゃあ俺も食べてみます、後で。そうだね、ちょっと食べてみたいと思います。じゃあ次、KK いきます。はい、任せてください。続いて KK。 はい、期待の入れるものは何でしょうか？こちら自信あります、ショートケーキでーす。なるほど。いや、今回結構いい勝負になるかもしれない。ガチでいってますね。ガチだ、これ絶対うまいと思う。絶対うまいと思う、それは。ショートケーキをびっくりしちゃいます。アイスにこれを変換させましょう。ふわふわしてるな。ゴミ全部噛んでなかった。スポンジくんって呼んでください。舌がロールしてる。舌がロールしてるな。舌までいかないじゃん。おじさんいるな、この可愛い空間に。これを乗せていきましょう。はい、さっきのアップルパイもさ、はい、マックであるよね。マックフルーリーに、うん、あのアップルパイ突っ込んでぐしゃぐしゃにしてっていうのは確かにあるやつだ。商品化してないけど。で、ショートケーキも、うん、ショートケーキアイスってさ、パーゲンダンスとかあるよ。あるね。あります。全然フィルムが剥がれないですよ。原点です。原点ですね。スタートないっすよね。うん、これスタートないやつだ。そんなのがあるんですね。どこ探してもない。ハサミで切る、初めて見たよ。うわ、パイさんありがとうございます。はい、おかげさまで。あった。1点です、すでに。残るは限定方式なんですね、これ。限定ポイント、俺1ですか。今回はいい勝負になります。ボケてないですね、誰も。はい、内藤が最後ボケてる。期待しててください、皆さん、最後まで。うわ、かわいい。あ、かわいい。これベースの味何にしようかな。もうクリーム、バニラ的な要素はあるじゃないですか。あ、確かにそうだね。チョコとかも合いそうだね。チョコ、確かに合いそう。ストロベリーを足すっていう成分あります。それありっすね。確かに確かに。ストロベリーで。さあ、はい、ベリーベリーでいきたいと思います。はい、じゃあカカ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 、いきます。イメトレバッチ。はい、いきます。いけい。うわいけ。おー、うまそう。あ、かわいいね、色が。スポンジ柔らかいんで、これ扱いやすいですね。もう伸ばしちゃってもいいですかね。もう大丈夫だ。もう大丈夫ですか。はい。あー、こっからが。うまい、うまい。薄い。配線から上手が出てます。上手。ありがとうございます。あんまり調子に乗らせるとこの後失敗します。タイプ的にね。
あ、ミス出てきました。あ、出てきました。お、パイセンサポート、ありがとうございます。ありがとうございます。パイセンのお墨付き。最近の趣味は何ですか？炭治郎が好きです。炭治郎、炭治郎、鬼滅ですか？鬼滅。おお、あの、ちょっと任せてあげて。ずっと待ってる。巻きの呼吸でじゃあ、はい、行かせていただきます。巻きの呼吸。いや、いいんすよ、今パイセンも受けてくれたんすから。巻きの呼吸。実際の炭治郎3の方、エリマキトカゲっていう。エリマキトカゲ。お、え、ちょっと、おー、どうした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 、ね、前回あんなに下手くそだったのに。これちょっと薄めにできたんで巻きやすいですね、薄いって。やっぱり薄めがいいんだな、やっぱり。力いらないっすわ、ここまで薄いと。へぇ、あー、楽しい。あ、いいな、気持ちいい。うまいよ。きれいきれい。炭治郎にハマってるんですか？炭治郎に惚れましたね。最後に言ってる映像がめっちゃいいっていうね。すごいですね、すごいですよね、あの遊郭編。すごい。もう毎話ね、漫画は読んでますか？漫画読んでます。あ、もう完結しました。うん、ネジさんも完結してるんです。ちょっと見たっけ。あれ崩れちゃったよ。見てない間に。じゃあこれでじゃあトッピングいきたいと思います。ケーキに合うトッピング、いちごをもうトッピングしちゃいます。うん、確かにいいね。いちごを崩した上でさらに盛り付けるというね。そうです、再現する。そうなんですよ、そういうことです。うわ、破壊と再生だ。なあ、芸術やこれ。芸術だな。うわ、ホイップ、ホイップ、うわ、再生してる。あ、うまいね。盛り付けもなんかメルヘンな感じ。褒めたらちょっと本当に褒められた瞬間全部です。マシュマロ、ハートのカラーチップを上から振ります。はい、あえて U にしてるの。そうです。まだあるんだ。じゃあ最後、最後はブルーベリーで。意外でしたね。急に、なんかみんなしっくり今来てなかったですよね。なんか色がちょっと急に。確かに。あ、それだ。どうなんですか？アイス。ちょうどハワイアイス。アイス。うわ、間違いない。おお、そっちね、そっちね。見えるように開けたんだ。ショートケーキロールアイスです。これはいいや。 With パイセン。じゃあ食べてもらいましょう。はい。さあ、うん、めちゃくちゃいいよこれは。いい、見た目ね、評価高いね、これ。ありがとうございます。パイセンお願いします。はい。統一感あるよね、ドーナツもさ、うん、ちょっとスポンジ系だし、うん、かわいい。かわいい。いただきます。はい、はい。3.5 くらい。あ、おー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 、めっちゃ美味しい。ありがとうございます。すごい、見えるすごい。これは、ショートケーキの味がして。あ、そうなんだ。いちご感がさらに強くなってて、いちごベースで。おお、完璧。おお、完璧。ありがとうございます。これは美味しい。見た目も可愛い。ありがとうございます。総合点高。はい、かつてないんじゃん、2連続でこんな高評価を得たの。はい、美味しいですね。俺前回どれでした？あー、そうかもしれない、はい、前回なんだっけ、何作りましたっけ。ブルーベリー混ぜて。そうでした。ブルーベリーだ。いや、これ楽しみだね。点数発表してもらいますか？うん、5点満点中。はい、4.6。 おー、高っ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 。やった、急に高っ。炊くのも上手だった。あー、そうか、はい、確かに。一生懸命やってた。うわー、よかったです。点高い、ありがとうございます。4.6 超えられるか、すごいすごいよ。今後もお客様のために頑張りたいと思います。はい。なんか聞こえたからギリギリでしたね。もやしが抜いたばっかね。あ、そっか。それか。じゃあ暫定1位ケーキ、ありがとうございます。うわー、リベンジになるか今回。よし、次タイガー、はい、行きますか。はい、楽しみ。最後まで見てね。さあ、はい、続いてタイガー。はい、これも絶対美味しい。これ上手のタイガーですから、楽しみ。本当に今日はね、すごい調子がいい、コンディションもいいということで、抜群でございます。期待できますよね。はい、まず珍しいっすね。持ってきたな、こちら。本当にね、もう調子いい。行かせてください。行かせてくださいよ。すごい。3回ぐらい俺測ったんですけど、まだかなと思ったけど。こちらです。はい、ミスド。おお、いいかもしれない。いいですね。この中から、はい、ポンデリング。あー、おー、何だこれ。このもちもち食感がちょっと残ったりとかしたらいいのかなみたいな。難易度高そうだけどね、ちょっと。そうですね。じゃあまずこちらはお菓子いただきます。乗せてで、さあチョコでいこうかなと。おお、この中に入れてほしい。あ、いいですよ、いきます。はい、うぃー。あー、なんかこういうのやりそう。溢れ出てきた。インスタとかで。それでは行ってきます。はい、いってらっしゃい。
あー、むずそうだな。気持ちいい。ミスったか。ミスったさ。なんとか完成させてほしい。パイセン、コツあります？潰してみたいです。おー、なるほど。潰す。クロスあ、ダメかしら。集めて。なるほど、はい、集めて。そうそう、集めて。タイガが苦戦しております、珍しく。すっごい苦手なんですよ。まあ、弟には負けないと思いますけど、すごい苦手なんですよ。お、そしてパイセンが追いチョコ。そう思ってました、俺も。ありがとうございます。おー、いけるかもしれない。いいよ、いいよ。うわ、固まっとんな。固形、やっぱむずいね。うん、そうですね。そうね。ちょっと、残ってますけど。はい、これで巻いていきたいと思います。確かに、ね、巻き込めれば雑だなぁ焦ってます。おぉ、え、ね、うまい、うまいとは言いつつです。え、うまい、うまい、ほら巻き込んじゃうよダンプカーだなるほどね、こういうやり方なんだよいしょ、おぉ、ありがとうございます。あ、こっからこれね、体力使うよね。使いますね。盛り付け、盛り付けはタイが上手なんですよ。うん、はい、ただ見えてはないです。あれまだ見えてはいない。大体ね、こう作る前に見えるんですよ。ここは見えてないですね、全然見えてなかったな。全然もう目の前真っ暗まずはホイップですね。いいですね、チョコとホイップ合いますよ。動物をここに、ポッキーを、はい、そっち向きに刺すんだよね。こう取ってもらって、なるほど、あ、食べやすさ。そう、わー、それはお客さん目線で、で、このね、マシュマロ、これなんか美味しいですね。さっきね、美味しかったね。美味しかった、すごい美味しい。あ、いいですね、ありがとうございます。さあ、マシュマロを乗せた、はい、プリンを乗せます。確かにプリンはまだ誰も使ってない。はい、おー、いいね。で、さっぱりも欲しいんで、うん、ストロベリー、ストロベリーのジャムみたいな、はい。そして、おお、まだチョコソース。ああ、あら、おしゃれ。そしてさらになんかフォローしようとしてないかカラースプレーですけど、怖いな。おお、首をかしげました。あれ、なんかちょっとごちゃついてきてますよなんかごちゃついてきましたけど、これで完成です。イエーイ、急に完成した。はい、こちらがポンデリング。ポンデリングの忘れてるやん。ポンデリングパーティーです。わあ、パーティーや。じゃあ食べてもらいましょう。はい、お願いします。はい。ポンデリングパーティー。はい。食べる部位によって味、食感、すべて違います。なるほど、確かにどこから食べるかによって。はい。なるほどね。ポンデリングを感じるのか。低い声の。すごいです。すごい、そうです。ポンデリングがちゃんといます。おお、狙い通り見つかった。ポンデリングが、うん、かなり邪魔してる。あら、ポンデリングが邪魔してる。かなり存在感がありますね。でもポンデリングの味ちゃんとします。おー、強いもんね。パーティーがちょっとうるさすぎたのかな。そう、ちょっとにぎやかしい。にぎやかしい見た目もまあちょっと原宿、ちょっと原宿っ。そうですよね。なるほど、なるほど。ちょっと広島要素も入っちゃうどういうことそれは。わからないですけどじゃあちょっと点数いきますか。はい、はい、こちらの点数は 3.4。 わー、意外と肉分けしたけど、美味しかった。ただちょっとアップルパイより 0.1 低いっていうか、ちょっと不服ですけどワンチャン2とか言われるかなと思ったんですけどポイントはどこだったんですか？ロールが上手だった。あ、そうです。あ、技術点。まあ、でもあのドーナツが食感が残ってたのも、うん、食べ応えがあっていいんじゃないかなと。はい、なるほど、ありがとうございます。ということで、まあ、暫定最下位ではあるんですけど、うん、最後じゃないと。はい、いや、KK の 4.6? はい、これ抜いてきた。すごいな、4.6 ってぜひ抜いていただきたいですけどね。1点差つけられてるもんね。確かに一つのミスも許されない 4.6 割には緊張しますけどやっていきますよ。はい、じゃあ最後いきましょう。はい、じゃあさあ、内藤ということで作っていきたいと思うんですが、もう 4.6 出てるんで、はい、ちょっと大逆転を狙って。そうですね、いけそうっすか？いけそうです。おお、というのも発想が違います、今回。なるほど。皆さんはアイスに何を混ぜるかだったじゃないですか。僕は今回、はい、こちら、じゃじゃん、タ
卵を使ってアイスから作ります。なるほど、発想の逆転ですね、これは。あるのに手作りでアイスを。なるほど、ロールアイスも台で作るっていう。なるほどなるほど、それがね、一番シンプルにしてうまいんじゃないかっていう。まあそれあるね、うん、うん、それと検証していきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。また違った角度の。そうだね、うまくなりそうだな。でもじゃ あ、まず割っていきたいと思います。はい、いきます。はい、おいしょ これが冷たいのでできるっていうね。ねえ、サムネ的にもこっちの方が映えそうだね。うん、映えるぞ。うまいな、落とし方も。これ割っちゃったらサムネ取れなくなりますから。サムネ命の男ですもんね。ここはね、ちょっと割れないっすね。もう、やるか。まだワンパック入れちゃう。確かに、ワンパック入れます。大地が、大地くんが慎重に、大地くん、今回大地くんですよ。さあ、ラスト、はい、10個目。じゃあ、ここに、よいしょー。おー、いいね、おー、いいねー、いいね、綺麗、新車光景いいですね。さあ、これはもう過去一楽しみやぐらいな。確かに。で、今回牛乳ご用意いただきました。はい、はい、あの、普通のミルクを混ぜちゃうと、うん、もうそのままのアイスになっちゃうんで、そうだね、もうゼロから作るってことで。そうだね、牛乳入れて、うん、味付けはこちらの蜂蜜ということで。蜂蜜、健康的いいのは甘すぎない自然派のアイスを作りたいと思います。それでは皆さん、いきます。本格アイス作りよ。黄身を潰して、黄身を潰してくる。気持ちいい。おお。さあ、ここからは時間との勝負です。結構ね、白身がね、固まるの早くて硬いね。そうだね、うん、蜂蜜のこれは割と早い段階で、ダンプは。あ、確かに確かに、蜂蜜ね、多めじゃないと結構味薄くなっちゃうと思うんで。多め多め。うわー、これ楽しみだな。入れますね。すごい、黄身の色がね、うん、綺麗です、ね、鮮やか。すごい美味しそう、うま、ん、そう。ホテルのスクランブルエッグ、確かにいい色よね、美味しい色。配膳が牛乳を、あ、センキュー、微調整、微調整、センキュー。美味しいっすね。スクランブル、生クリーム入れたみたいな。確かに確かに。うわ、スクランブルエッグ食べたい。よし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 。味見つもり今足し食べるんですよね。蜂蜜も。そのキャラなんだ。蜂蜜おじさん。蜂蜜おじさん。サイの蜂蜜おじさん。うまいですね、混ぜるの。うまい。あ、いい感じですか。じゃあちょっと伸ばしていきます。伸ばしがポイントですね。卵、サンドイッチの中に入ったら卵やつ。うまいよ。いい。全体に 4.6 出てますから。これは超えますよ。製造過程で言ったら結構だいぶ期待感は高まりますね。いや、パイセンにインパクト与えてると思うんで、はい、今食べてみたいっていう思い高まってますよね。おお、グッと出た。その期待を上回りますよ。グッと出ました。やってみるか。いや、巻いちゃってください。ありがとうございます。微調整いただきました。今までで一番ワクワクしてます。うん、ね、じゃあちょっと線引いていきます。なんかさ、ほんとおしゃれオムライスとかなんじゃない、あのなんか薄い、はい、はいはいはい。じゃあちょっと巻いてみますね。どうなるんだ。巻きます。おお、うまい。おお、おお、混ぜる。いい、すげえ、いいっすね。やったー、おお、いい、うまい、うまい、うまい。卵焼きだ。厚焼き卵。厚焼き卵できた。厚焼き卵。厚焼き卵だ。めちゃめちゃロール卵焼きができた。かわいい。10人前ぐらいあるね、だから10個だから卵、うん、そうですね、みんな上達してますね、まずね、上達してるね。じゃあちょっとトッピングの方をしていきたいと思います。これ入れるのもポイントですからね。あ、そうだ、はい、これそこで2、3点稼いだんで。確かに確かに、重要だ。3点なんだ。結構3点4の中わー、卵焼き。あ、なんかね、ずっしりしてて形がね、安定するわ。へぇ、チミスとかも入ってるからねっとり感もあるのかな。あ、そうだね、ねっとりしてるわ。他のも入れて、みんなで食う。あ、そうだね、ワンカップ一巻き。確かに、ワンカップ一巻きだな。うん、ういー、盛り付けました。いい感じです。じゃあこれはもう、うん、トッピングなしでいってもらいましょう。お、自然派、自然派、素材の味を、素材の味でしょう。食べたい、普通に楽しみ、楽しみ。さあ、じゃあ最後は全員で食べますか。はいはい。あー、どんな味なの、どんな味なのか、ちょっと緊張しますね。うん、じゃあ楽しみ。
皆さん、一斉にいただけますか、はい、すごいな、なんかトロッとしてるね、ジェラートって言ってたこれは、すごいないただきます。いただきます。ハチミツコ喉痛くなるわ。あとなんか白身のさ感じも強いね。白身のなんか生臭さ、そうそうそう、ハチミツと卵の悪いとこだけど、そんなハチミツおじさんのせいですね。あれか、ハチミツおじさんが2回出てきましたよね。ハチミツおじさん逃げすぎてんだ、あれハチミツおじさんがしつこかった、しつこかったですね。2、3回こんなことやってうーわー、これちょっと期待感が高かったね。いいのは見た目だけ。うーわ、何が足りないんだこれ。ちょっと多かったかも。ハチミツが、卵分量って、いや大事なんすね、やっぱいや、ということで聞きますか、一応はい、一応対戦に点数ははい、はい、1.1。 おい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 、1.1 出ました。珍しい点1。 0.1 は何だと思う。見た目の部分で1ポイントって感じですか。そうですね、私はだし巻き卵が好きなので、だし巻き卵に似てるから、そこで1.1。そこでな、もう全部危なかった、俺似てなかったら0点だったな。危なかった、似ててよかったということで、はい、結果1位は、KK のケーキです。やったー、おめでとう、ありがとうございます。圧倒的な強さ、ありがとうございます。今後も抜かれない気がします。確かに最高得点維持できるね。はい、やるマジうまかった、うまかったっすね。うん、で最下位が卵1.1でした。抜かる気しないわということで、もし食べてみたいと思ったら高評価お願いします。高評価1枚いったらまた来年も、ぜひ撮影させてください。お願いします。あとローガイスクリームファクトリーさん、渋谷のね、この店舗もぜひ渋谷来られる方来てみてください。ぜひ遊びに来てね、遊びに来てください。高評価お願いします。卵はちょっと改善したいね、改良したいね。いやちょっと次回作ご期待ください。待っ